私の夢。人は誰でも夢があります。政界中を旅行したいもの、大きな家に住みたいもの、大切なものを守りたいもの、幸せな生活をしたいもの、いろいろがある。私も夢がある。子供の時、私はドラえもんになりたいでした。いろいろな道具があるから。ドラえもんの生活はきっととっても面白いです。でもそれから私は体重がドラえもんと同じだけでした。多分私は特別な生活が欲しいだけでした。小学校で勉強したの時、スピーチコンテストに参加することが好きです。皆さんの前で話して大勢の人が見られることは素晴らしいです。6年生の時、私はすべての教室と学生の前で講演しました。その時、私は自分の才能を知りました。2007年、全民大闷锅という有名なテレビ番組は、モノマネコンテストを開催しました。私はこのコンテストを参加して準優勝しました。その後、よくバラエティ番組を参加して、いろいろな席典の司会者になって、もっと舞台で出演するの感じが好きでした。でも、これは私の本当の未来ですか？先輩は芸能人になるのが難しいと言いました。私もこれと思っています。面白くて好きな仕事と安定した仕事とどちらがいいですか？知りません。全然知りません。私は友達に聞きました。彼は、ああ、当然したいことはもう面白いよ、と言います。私は先生に聞きました。彼は家族の幸せな生活のために安定した仕事を選びましょうと言います。どちらが正解ですか？今年の9月に私は名古屋へ留学しに行きます。5ヶ月の期間に全ての芸能界と関係がある仕事が停止して未来をゆっくり考えます。私はどんな人になりたいですか？芸能人もいい、公務員もいい。私はこの世界を変えることができる人になりたいです。この目標を達成するために必ず頑張ります。人は誰でも夢があります。でも本当に夢を試験する人は少ないです。